頭が良くなる謎解き理科ドリル。問題24番の解説です。気象衛星ひまわりは日本の南の赤道上36,000km の場所で地球の周りを地球の自転と同じく24時間で1回転しています。このためひまわりは日本の上空の雲を1日中撮影することができ、静止衛星と呼ばれています。実際には回ってるんですけども、地球の自転速度と同じように回ってますから、まあ地上から見ると、見えればですよ。見ると止まってるように見えると。これで静止衛星と呼ばれます。さて、ここで疑問なのですが、赤道上空ではなくて、日本の上空、まあ日本の気象衛星なんだから、赤道じゃなくて日本の真上を回ればいいんじゃないのかという疑問が出てきます。そして、ひまわりの速度はどのくらいなのでしょうか。まあ日本の上空を周回することができるのかできないのかということと、それから速さ、速度が音速よりも速いのか、遅いのかという問題ですよね。さあ、この本誌でも計算しましたけども、音速よりも速いんですよね。そして、こういうふうに回ってると。で、こういうふうに地球の上空を回るとしたら、真上を回るとしたら、今度は反対側に行くと、日本の反対側に行っちゃうんですよね。これは地球の中心を中心として人工衛星が回るからです。だからこういう回り方はできない。ちょうど日本の上だけを回ろうとしたらこうなるんですけども、地球の真ん中が中心になってませんから。だから正解は日本の上空を周回することはできない。だけよね。それから速度は音速よりも速い。本誌でも計算しましたけども、音速は時速1224キロ、秒速340メートルですよね。ひまわりの時速は15,000キロメートル。大幅にひまわりの方が速いという結果になりました。ちなみに人工衛星っていうのは、まあ低いところを飛んでる人工衛星は速く回る。そして高いところを飛んでる人工衛星は遅く回ると。だから静止衛星になるちょうどいい高さがあるということですよね。そういったことも知っておくといいと思います。